最初に製作されたリッチー・クレチアン式望遠鏡、60センチメートルコールズ、リッチー・クレチアン式望遠鏡は、ジョージ・ウィリス・リッチーとアンリ・クレチアンにより考案された、反射望遠鏡の一形式である。父が、機械メーカーに勤めており天文ファンであったことから、ジョージ・ウィリス・リッチーは赤い頃から天文学に興味を持っていた。放物面鏡を一面しか使わない、ニュートン式望遠鏡では、 広い視野は得られず、これは副鏡に、突走局面を使うカセグレン式望遠鏡でも、同様である。リッチーは、アンリ・クレチアンと共に最初から二面を球面収差と、コマ収差の補正に、積極的に使用し、主教副鏡とも極めて、双局面に近い工事非球面とし、高射屋でアプラナーとのカセグレン系反射望遠鏡を、開発、レジオンドヌール勲章を得た。 1934年アメリカ海軍天文台に設置された40陰望遠鏡は、ジョージ・ウィリス・リッチー自身の製作によるリッチー・クレチアン、式望遠鏡である。焦点距離は680センチメートル。増面湾曲は強く、我慢しても視直径約40分しか使用できなかった。主鏡が凹面、副鏡が突面であり、どちらも双曲面に似た、非球面である。 カセグレン式望遠鏡に似ているが、修査補正は全く異なる。球面修差も駒修差もなく、従って、視野周辺でもシャープであるが、強い増面湾曲と非点修差がある。増面湾曲が強いこと、主教の双曲面鏡研磨が困難であったことから、その後約30年も制作されなかった。しかし補正レンズの研究が進歩し、またパーキンエルマーの A オフナーが双曲面の、 精密検査法であるオフナーポーを発明したことで、原型のままでなく補正レンズを加えて、反射屈折望遠鏡として使われるようになった。補正レンズを加えた、反射屈折光学系を、純立地クレチアン系と呼ぶ。近年脚光を浴び、建設される望遠鏡の半数はこれら、純立地クレチアン系の光学系である。ありがとうございます。